ボルフガング・ティーフェンゼー、ボルフガング・ティーフェンゼーは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党の青年団組織である、FDJ への加入義務を免除された。彼の兄弟であるエーベルハルト・ティーフェンゼーは、カトリック教会の司祭であり、エアフルト大学カトリック神学部教授になった。別の兄弟フォルカーは、ドイツキリスト教民主同盟の地方政治家として、シェーンベルカウ市長を務めている。 ティー・フェンゼーは1976年に結婚し4児を設けたが2005年夏に離婚した。1973年にアビトゥーアに合格後、1974年に通信技術の職業教育を終了。兵役期間中は宗教上の心情から武器を持つことを拒否したため、非武装の公平として過ごした。兵期間満了後の1976年に、 技術専門学校に入学し、1979年に電気技師課程を修了した。卒業後1986年までライプツィヒの電信技術会社に開発技師として勤務。この間1982年に情報学と建築学の学位を取得した。1986年から1990年までライプツィヒ工科大学に電力技師として勤務。 この間1986年に電気技術の学位を取得した。1989年に東ドイツで民主化運動が盛んになると義士だったティーフェンゼーも市民運動、民主主義を今に参加、ライプツヒでの円卓会議に代表として参加した。円卓会議代表として無党派としてライプツヒ資産次員、市議会議員を短期間務め、こうして ドイツ再統一の時に政界入りする。1990年、ライプツィ市教育局長に選出される。1992年から青少年、教育担当参事。1994年、副市長に就任。1995年、ドイツ社会民主党に入党。1998年4月、ライプツィ市長に当選する。 BMW や DHL といった大企業のライプツィヒ誘致に成功して注目を集める。任期満了後の2005年4月には67.1%を獲得して再選された。これ以前の2002年に連邦政府のシュレーダー内閣の交通、建設省として起用する動きもあったが、彼は自分の政治的基盤がライプツィヒであるとしてこれを断っている。 2004年のザクセン州議会選挙にも出馬しなかった。2001年2005年、ザクセン州自治大会に副議長、2002年2004年、欧州都市ネットワーク、ユーロシティス総裁を務める。ライプツィ市長としては、2012年オリンピック大会を誘致するべく、誘致活動を企画する会社、ライプツィ2012の代表監査役に就任して、奮闘した。 もっともこの時の選考は、各国の大都市が有力候補となり、ドイツでも地方都市であるライプツヒは、第一次選考にも残ることができなかった。またこの会社への支払いについてを批判する声もあった。2005年11月、キリスト教民主、社会同盟とドイツ社会民主党が大連立を組むと、スピード連邦執行部の強い要請を受け、執行部会員に選出された上で、 アンゲラ・メルケル内閣の連邦運輸、建設、住宅証券新連邦州担当省に就任した。レバノン系ドイツ人による鉄道での爆弾テロ未遂事件が発生した2006年8月、ティーフェンゼーは生活保護受給者を駅での警備に従事させる案を出したが社会的弱者を安い労働力とみなす、この案には激しい批判が起きた。T ・フェンゼーの膝元ライプツヒでは、 同年11月から3年間限定でこの案が施行されている。ドイツ鉄道民営化の問題でも批判を受けることがある。2009年6月に旧東ドイツ地区のスピード代表に選出された。同年9月のドイツ連邦議会選挙ではザック選手から比例代表で出馬して初当選を果たした。しかしスピードは大敗を喫し政権から脱落したため10月に 大臣を離職した。2013年ドイツ連邦議会選挙でも当選したが、2014年12月に、駐輪減収元経済科学大臣に転出し、連邦議会議員を辞職した。1999年、南京技術大学でドイツ人として初の名誉博士号。2003年、レジオンドヌール勲章受賞。ありがとうございます。